いや、久しぶりに顧みる、Google マップで見る我が町の風景、いいっすね、松潤さん。やっぱね、田舎のスーパーって味がありますよね。そのスーパー独自の、なんかこう、陳列とかね、商品群とか価格とか、手書きのね、プライスカードなんてあったりして。で、私のね、近所にあったスーパーも、私が隠居暮らしをしているこの5年の間に、まあ閉店したんですよ。まあなんか、後をね、継いだらどうかっていう声もあったんですけども、まあ私毎日ね、スーパーの店頭に立ちたくないなと勝手ながら思いまして、お断りさせていただいて、まあ、そのまんまお店はなくなって、今ね、もぬけの殻になってるところでございます。そのスーパーってね、なんかね、賞味期限の切れたパンを半額とかで出してたんですよ。すごいですよね。まさに昭和のスーパーです。今保健所が来たらね、もう大喜びでそういう事件には飛びつきそうですけどね。たまにあるんですよね、そういうのがね。で、松潤さんの今回紹介してくださったスーパーもなかなかね、興味深いと。あ、松潤さんがこういうところで買い食いしたのかなとかね、スーパー買い物したのかなと思ったら、今にも故郷に帰りたくなりませんか？武田鉄矢さんの曲で、私ね、大好きで今でも聴いてる曲、思えば遠くへ来たもんだっていう、そんなね、曲があるんですよ。その歌詞の中で、まあいろいろとね、印象的なものはあるんですけども、その一つの中に、その歌詞に出てくるね、主人公が、二十歳の時に女の子に振られたと。もうこれほどまでに思いを寄せた女の子がいなかった。もういっそ死んでしまおう。もう恋なんてできない。そういうふうにね、本当に深く、まあ、傷ついたと言いますか、ショックを受けて、もう世の中にね、失望したみたいな歌詞があるんですよ。でも次のフレーズでこんなことを言ってるんですよ。それほどまでに思いを投げ捨てた私だったのに、今では女房子供持ちだっていうふうにね。 だからね、やっぱこう青春のほろ苦い思い出っていうのがね、上手に歌われてる「思えば遠くへ来たもんだ」っていう曲で大好きなんで、松潤さんもちょっとね、聞いてみてください。同時にこの曲って、その時にね、映画ができてるんですよね。これも YouTube でもしかしたら落ちてるかもしれないんで、ちょっと検索してみていただきたいんですけども、武田鉄矢さんの「思えば遠くへ来たもんだ」っていうね、これもなかなかね、松潤さんの好きそうな映画じゃないかなと思います。まあ、イップマンの後にでもちょっとクレジットして見ててください。で、今回の松潤散歩、潤散歩なんですけども、今ね、Google マップがあってすごくいいですよね。実際の現場に行ってるような感覚で、前回の平和記念公園もね、私も一緒に歩くことができました。もしかしたらこういう形で日本全国津々浦々バーチャル修学旅行ね、こういうふうなシリーズまで伸びていくんじゃないかなと思います。そうすると、ある地域、ある時代、ある地名、こういったものはログに残りますから、きっとね、地域の方とかその土地にゆかりのある方が共感しながら見てくださったり、コメントをしてくださったりするんじゃないかなと思いますね。実は私もですね、懐かしい昭和の風景みたいなコーナーを YouTube でいっぱい上げてるんですけども、今はなくなってしまった高校時代によく通ったレコード屋さんとかね、当時レコードでしたからね、 CD なんてまだまだだったんですよ。まあそういうところですとか、当時の喫茶店とかね、それから高校の時に昼休憩抜け出して唯一タバコが吸える定食屋とかね、そこの定食屋の親父さんもちょっとグレてて、まあね、私たち、ちょっと悪ガキの なんかまとめ役みたいになっててね、その方も当然今はもうね、亡くなってるでしょうけどね。今そこに行ってももう店はなくって、何もないです。廃墟になってました。なんかちょっとね、切ないですよね。時間が経てば変わっていくのは仕方がないんですけども、私たちも年を取った。町も年を取って、歴史が積み重なっていく。いつもはね、スマートフォンとかパソコンとかインターネットとか最新のものを見てるんですけども、ちょっと立ち止まって、その新しいものもこうやって時代とともに、時間とともに過去になっていくんだなと。高校の頃、中学の頃、最新だと思ってたものは今はただ懐かしいだけというね。すごい時間って早いですよね。時間の流れ早いんで、早く自分の人生にも答えを出さないといけないなと思う日々でございます。
これからもじゅん散歩よろしくお願いします。ありがとうございました。